皆さんこんにちは。東京ヴェルディ対名古屋グランパス、解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤剛さんです。北澤さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。気象情報をお伝えしておきましょう。気温が29度、湿度が 57%、 そして晴れ、そして気温がかなり高くなっていますが、この辺は選手にとってはどうなんでしょうか。まあ確かに暑くなりましたけども、問題ないと思うんですよね。湿度はちょうどいいでしょう。さあ選手入場です。好ゲームを期待しましょう。キックオフでスタートです、サイドをご紹介しましょう。向かって左のエンドから攻めるのがヴェルディ、反対側右のエンドからが名古屋。いとも簡単に奪われてしまいます。トネ、ギャノー、田辺、そして前線右パス、一瞬中を見た、行くか、ボールは弾き返されます。安西、ちょっとこれは読まれましたね。主審の笛が鳴りました。そしてこれが今日最初のファール。本日の主審はマリオ・ペドロッティさんです。また奪った、森、安西、抜けてきます、上げる、ここで受けた、いいディフェンスを見せます。安西、森、矢野、これは通りませんでした。カンソンホ、福井、このチャージを取られました。名古屋、まだ得点はなく0対0。この時間帯になってよく前の方で奪うシーンが増えてきました。はい、チーム全体として早め早めに動き出してますよね。奪われる、取り返した、トゥーリオ、トネ、ダイレクトで送る、このボールに左の外から田辺、右、
お、いいでしょう。中央へボールが出てきた。中に人がいる。中も揃いましたよ。鈴木、高原、さあ中から行きます。さあ右へ出してきた。おっとつながりません。いい守りを見せました。一旦戻して、カットいきます。ボールを奪われます。トネ、田辺、ギャノー、右サイド上がっていく。中央にいるぞ。シュート、あと、大きなチャンスでしたね。残念です。名古屋、決定的ともいえるチャンス逃しています。30分を回りました。磯村、玉田、沢井、森、右からのチャンスになる。一人で持っていく、自分で行く。これ拾いたいですね。長いパス、ギャノー、トゥーリョ、預けて小川、高原、ディフェンス、トネ、中央から持って上がります。小川、勝っています。固い守備、高原、安西、ボールをもらえません。どうだ、一気に来た。これは合いませんでした。キーパーいい判断でしたね。杉本、今行ける。さあどうする、ミドルシュート、ワンタッチで田辺、右が上がっていく、左、二人いますよ。シュート、おっと決められない。あっとここでイエローカードです。これこの前のプレーに対してでしょうね。ヴェルディ、今のところ0対0。少し前から比べると相手に中盤を支配され始めているように見えるんですが、ちょっと中盤でボールを追い回すような状況になって、おっとここで前半終了のホイッスル。さて北澤さん、前半戦を振り返っていかがでしたか。後半キックオフです。両チームともにこのハーフでのメンバー交代はなかったようです。ファールを取られます。
このセットプレーは名古屋ボールです。さあ左サイドへ、このボールはクリアです。右トネ、前線です。中央へボールが出てきた。安西、カットされます。玉田、さあ左へ出してきた。クロス、ここはクリアします。沢井、キローランコリン、鈴木、安西、ミドルシュート、素晴らしいゴールですね。後半始まったばかり。ベルディ先制ゴール。ゴール中央へ鮮やかに決めました。後半で試合が動きました。最後は落ち着いて決めてきました。いやー、落ち着いていましたよね。ここはしっかりと決めてきました。ヴェルディ、まずは1点先行しています。ヴェルディとしてはより慎重にボールを回していきますよね。落ち着いてプレーするというかね。奪われます。左サイド、磯村、ボールを奪い、おっと、なんか誰もいませんよ。来たー、あっと、ですが北澤さん、今の攻撃なんですが、最後はドリブルで持っていきましたね。惜しかったですよね。一人で持っていけるんだという自信が見られますよね。あっと、チャンスボール、ここからカウンター早いでしょ。しかし北澤さん、ヴェルディ立ち上がりについてどうご覧になりますか。今はもう自分たちの時間帯ですよね。中に2人いる、シュート、おっと惜しくも上、ちょっともったいなかったですね。あとは正確性ですね。高原、最後に打っていきました。カンソンホ、沢井、ディフェンス、小川、田辺、ファールをもらってしまいます。カードが出ます。名古屋、ここからの直接フリーキック、松田、田辺、奪い返した。中村、ボールは渡る、ファールに遭います。さあ選手たち集まっています。
杉本、鈴木、そして前線森、ここで交代させます。リードしていますからね、このまま逃げ切ろうっていうことですかね。なるほど。カン・ソンホ、右サイド、田中、前線へ、安西、通りません。ここは一難逃れます。磯村、渡ります。奪って福井、このパスは合いません。田辺、さあボールが抜けてくる。あー、来た。体で止めます。コーナーキックへと変わります。鈴木、ここで入れ替わります。1枚イエローカードもらってますから、その辺もあるかもしれませんね。名古屋、チャンスを生かしたい。硬い守りだ。流し込んでブロックする。いいボールですよ。クロス、ヘッド、おっと決められない。名古屋、杉本、ここで交代させます。1枚イエローもらってますから、その辺もあるかもしれませんね。時計は後半の30分を過ぎています。ダイレクトで送る。狙った。磯村、玉田、安西、キローランコリン、田中、これはファールです。左、取られます。松田、ディフェンスに合います。スルーパス、エリアの右、いいボール、いいディフェンスだ。頭で流し込む。ここで受ける。あーと、つながった。ふわっと浮かせてきます。落ちくのか。ベルディ、またメンバーを入れ替えてきます。ヘッド、安西、玉田、センターフォワード、松田、右サイド、左ウィング、玉田、ボールは戻り、磯村、ボールを奪われます。奪います。小川、前線へ、ボールは奪われます。
さあアディショナルタイムは2分、つながります。ここで受けた、いいタイミングだ、シュート、これを決められない。いやしかし容赦ありませんね。もうロスタイムでリードという状況なんですけれどもね。名古屋としては逆に得点されると厳しいですからね、踏ん張りどころですよね。上が鳴りました。ヴェルディ1点差で勝利、逃げ切りました。さあそれでは北澤さん、今日の試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、